おはようございます。現代ビジネス編集長の瀬尾勝です。今日のゲストは作家のエージェント会社コルク代表取締役社長佐渡島洋平さんです。佐渡島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。作家のエージェント会社といっても、なかなか馴染みがないと思うんですけども、佐渡島さんはですね、もともと講談社、僕と同じ講談社に勤めてまして、週刊モーニング、こちらの漫画の編集部でですね、バガボンド、ドラゴン桜、働きマンなどの数々の大ヒット作を担当しました。その佐渡島くんがですね、独立して、コルクという会社を始めたんですね。で、作家のエージェント会社っていうのは、実はアメリカでは結構ポピュラーな仕事だったりするんですけども、日本ではなかった仕事なんです。で、じゃあ一体どういう仕事なのか、今日はそのあたりを中心に聞いてみようと思ってます。佐渡島さん、よろしく、改めてよろしくお願いします。そもそも作家のエージェント会社、はい、これってどういう仕事なんですか？まずお金の流れから話すと分かりやすいかと思うんですけれども、はい、編集者の場合は出版社からお金をもらって、うん、それで、出版社の持ってるメディアに、作品を載せるために働くのが出版社の編集者ですよね、はい。うん、で、だから出版社の編集者にとって一番重要なのはメディアなんですね、うんうん。で、僕らの場合は、作家から、手数料という形で収入をいただくので、はい、作家が作品を完成させてそれを世に広めるっていうのを、うん、手伝うのが最もの重要な手段なんですね、うん。なるほど。だから、その作品を広めるときに、うん、もしもメディアに載せる必要があればメディアに載せます、はい。でももしもメディアに載せる必要がなければメディアに載せずに、うん、それを、マネタイズする方法を考えるんですね。なるほど。例えば、うん、庵野もよこの、うん、おちびさんっていう作品があるんですね。あ、新聞でも連載してますね。そうですね、はい、朝日新聞で連載してるんですけれども、はい、これ朝日新聞で連載して朝日新聞出版社から本を出してるんですけれども、うん、それはおちびさんっていう作品の魅力を最大限に伝えるとは思ってないんですね、うん。おちびさんっていうのは非常にキャラクターとして可愛いんですよ。なるほど。それで例えばキャラクターとして可愛いっていうことで世界的に大きいビジネスになってるものっていうことで言うとキティちゃんであったりだとか、はい、まあ、ミッキーとかっていうのがあるじゃないですか、はい。で、例えばキティちゃんってキティちゃんだけで5000億以上の産業に成り立ってるわけですよね。なるほど。キティちゃんだけで漫画と同じぐらいの産業規模があるわけですよ、うんうんうん。つまりおちびさんっていうものもグッズを作ったりだとか、はいはい、っていうことを丁寧にやってて商品化で有名にして、はい、その中の一つとして本があるっていうふうな形で、うん、庵野さんがおちびさんっていう世界観を作るのをサポートできる可能性がありますよね。なるほど。でもそれは出版社の編集者だとそれはできないっていう、うん、そこの違いがあります。なるほど。ただ出版社の編集者も、まあ、最近こう出版社っていろんなことを手掛けるようになってそういうことをおっしゃるようにキャラクタービジネスもやったり、例えばまあ映画のいい参加してるんだと思いますけども、それをまあこれまでの、出版社の中でできなくてあえて独立してやろうと思ったのはなぜだ、どこが違うんですか？まずそれは出版社がダメっていうことではなくて、はい、数十年間存続している組織の決定システムっていうものがどの会社においてもあんまり良くないなと思ってます、ね、そうですね、意思決定が遅いっていう、はいはい、大きい組織はね、そうですね、はい、その意思決定が遅いっていうのが、はい、まずそれは、僕の人生観とかスピード感と合ってなかったなっていうところがまずありますと、はい。で出版社でも多分できると思うんですけれども、重要なのがチームの組み方なんですね、うんうん。映画を考えていただきたいんですけれども、はい、映画の場合何歳であってもまずプロデューサーがトップにいて、はい、その下に監督がいたりとか宣伝プロデューサーがいたりだとか、うん、美術の人がいたりだとかっていう形で一人を中心にチームが組まれますよね、はい、うんうん。でおちびさんの場合、例えばおちびさんを僕が責任者になって物販をやる人間、原稿を庵野さんから取ってくる人間って形でチームを組むわけですよね。なるほど。それを監督として僕がいるわけです、はい、なんですけど出版社の場合は、うん、僕がその作家の付き合いをしてたとしたら、はい、物販をする人間、映像化する人間とかが全部僕と同列でいるんですよ。なるほど。で同列でいると、その企画を動かす時の、はい、その決定をしないといけないのにすごく時間がかかるんですね。なるほど。プロジェクトのこう目的とか趣味とか曖昧になっちゃうんですね。そうなんです。例えば、うん、宇宙兄弟の場合は、はい、宇宙兄弟に、今のシステムはそうじゃないですけども、はい、宇宙兄弟でもしも僕がトップだったとしたら、はい、宇宙兄弟で、予算が組まれるはずですよね、うんうん。で宇宙兄弟というのは全体でこれから利益が出てるから、
映像化をこういうふうにやっていこうと、はい、YouTube 上で、毎週3分のアニメを配信していく方が宇宙兄弟の認知度を上げて単行本の利益は最終的に出るから、うん、この利益の一部をそこで使おうっていうのができるわけですよ。でも今の仕組みだと、うん、宇宙兄弟はあって、それは単行本の利益は出版社と編集部につきますけれども、はい、うん、映像化は映像化の部署で予算を持っていて、はい、うん、そこの予算の中で宇宙兄弟の映像を作ろうかっていうふうになるから、うん、例えば3分間の YouTube だとそれマネタイズどうするの、うん、って言われて終わっちゃうわけです、はいはい、これマネタイズ本でできてるじゃんっていうふうな、うん、その見え方がしないんですね。なるほど。要するにやっぱ各部署ごとでお金を管理してるから俺のところでちゃんとお金つくのってのが一番心配なんですよね。そうですね。スピード感はこれは僕もデジタルメディアをやってるんですごくよくわかるんですよね、うん、これはまあどの会社もそうですけど、大きい組織ってこうなんかこう新しいことを持ちかけると、じゃあちょっと半年待ってくれみたいなことを平気で言いますよね、うん、でところがやっぱりデジタルの世界ってすごい早く動いてるから、はい、もうこの返事はやっぱりこのプロジェクトするんだったらもう今週決めて、うん、来月には取り掛かんないとダメだよっていうのがあるんですよ、うん、なかなかこれは実現しないっていうのがありますよね。基本的に失敗することって、うん、恥ではないと僕は思ってるんですね、うんうん、失敗は失敗でそれをきっかけに成功が近くなるっていう考え方を僕はするんですけれども、うんうん、大きい企業になると、はい、失敗することを会社全体もだし、そこの企業に入ってきている人たちも恥だと思う、うん、そういう文化がだんだんと醸し出されていってるなと思いますよね。そうですね。佐渡島さんはそもそもこういう独立みたいなことを割と早い段階から考えてたんですか？いや、独立する、うん、まず会社に言う、はい、2週間ぐらい前に考えてすぐ言ったんですね。あれで、言ってからは、はい、2ヶ月後にやめようとして、それがダメで4ヶ月後にやめましたけど。なるほど。最初2ヶ月は引き止められたわけです。そうですよ、まあ、優秀な編集者で、ね、なるほど。その時に、エージェント業そのものにっていうのは、うん、どうでしょう、日本でなかったですよね、これは。なかったですね、うんうん、で例えば海外のモデルとかそういうのって参考になったんですか？あ、いや、海外のも、うん、調べきれなかったですね、うん、あんまり分かんなかったんで、どっちかっていうと参考にしたのは CAA って言って、はい、タレントエージェンシーを作ったマイケル・オービッツの伝記とかを参考にしましたね、はい、彼がその、まあ作家だけじゃないんですけど、はい、作家と監督、俳優を全部をやってるタレントエージェンシーを作って、でそれによって監督とか俳優の収入っていうものを CAA ができてから本当5年以内に10倍ぐらいまで上げてったんですよ。そうなんですか。それとともにそこの産業を大きくした人がアメリカにいて、彼がいたから今のハリウッドがあるんですよ。なんで、日本は映画産業が実はちっちゃい産業じゃないですか。それは日本のそこのタレントエージェンシーっていうのが俳優しか抱えてなくて、監督とかとのセットになってなくて、日本は作家だけじゃなくて監督とかに対するタレントエージェンシーもないわけですよね、うん、はい、うん、それで弱くなっていってるっていうのが僕の認識なんですね。 なるほどね、うん、あ、そう、そういうモデルがあったんですね。そうですね、うん、ちょっとアップしますけど、編集の中でも漫画っていうのをね、佐渡島さん長くやってきましたけど、うん、この漫画の編集と他の作家の編集とだと、あるいはそのエージェント業としても変わってくるんですか？いや、全部一緒ですね、うん、編集って何なのかって、うん、こういう瀬尾さんがやってるようなメディアとも一緒で、はい、どういう順番で物を見せるかが全てなんですね、うんうん、なるほど。漫画も、ストーリーが思いついたら、はい、そのストーリーをどういう順番で見せるかが全てで、うん、例えば宣伝する時もどういう順番で宣伝するか、はい、例えば情報の1個目をいつどう出すかとかっていうのって、うんうん、作品の1行目をどうするかっていうのと一緒だし、うんうん、企業が新商品発表するときも全部一緒で、はい、世の中で、話題にするためには情報の出し方と順番が重要なんです、うんうん、はいはい、全部見せればいいってことでもなくて、それを考えるのが多分編集っていう、うん、仕事かなと思ってますね。なるほど。そういう編集官というのは佐渡島さんが実際に独立してね、今、まあ、企業経営者にもあったわけですよね、はい、それでこう独立する前と独立した後で変わってきたことってありますか？もう独立してから1年で、うん、別人みたいになっちゃって自分が講談社にいたことあったっけぐらいの感じになっちゃうんですよね。大きく言うと どこが変わったんでしょう？うーん、
昔は編集っていうと本を作るっていうイメージが強かったんですけど、今言ったように情報の順番をコントロールするっていうことで、情報をどこから集めてくるかっていうのもたくさんから集めてきて、たくさんの人を絡めてそれをコントロールして情報の順番をコントロールするっていう仕事だなと思って、それは会社にとってもそうなんですよね。よく同じアイディアでバーッと出て残る場合とかが残んない会社ってあるじゃないですか。一番初めにやった方が残りやすい可能性もありますけれども、後からやった方が残りやすい場合もあって、あれ経営戦略もどういう順番で何を行っていくのか、例えば、人の補充をするのが先なのか、ギリギリの人数で粘ってって、資金的にリッチにしてから人を増やす方がいいのかっていうのも順番じゃないですか。なるほど、全部一緒だなと思いました、ね、なるほど。要するに経営も編集も一緒だっていうことですね。そうですね。だから、作家のエージェントっていうのを日本で初めてに近い形で作ったわけですよね。ってなったら、これをどういうふうにして経営していくのか、これによって、例えばその先ほど言ったようにアメリカはマイケル・オービッツがいたかいないかとかで、アメリカのエンターテインメント業界って違ったわけですよね。僕もコルクがあったかなかったかでそれが変わるようにしたいっていうふうに思って、それはもう作家のマネージャーではないんだと。でエージェントって代理人って言っても、法務と会計をやる代理人でもないんだと。じゃあ自分の仕事って何なんだろうっていうのはやっぱこの1年間考え続けましたよね。なるほどね。そういう意味で言うとね、日本の編集の現場って、僕らの関わっているところでいうと、こう、要するに編集者と出版社の関係ってすごい近かったりしますよね。で、編集者はやっぱり作家の、利益の代理みたいなことを、思っているところがありますし、で逆に言うと、例えば佐渡島さんのような、こう第三者が、入ってくるということを、嫌がるような雰囲気とか風土ってないんですか？それは、出版社によってはありますね。出版社によってはあるし、出版社によってはないっていう感じです。なるほどね。だから先ほどおちびさんの例を出したんですけど、朝日新聞出版社なんかは、僕が入ることによって、あのさんとのコミュニケーションが密に取れて、本の、その質が上がったっていうんで、すごい喜ばれるわけですよ。佐渡島さんみたいな優秀な編集が入ってくると、佐渡島君ってすいません後輩なんでついつい言っちゃうんですけど、やっぱり逆にその出版社とかの方が、要するにこんな優秀な人の力を借りれるんだったら、よりマーケットが広がる可能性があっていいという判断も当然ことはありえますよね。出版社としては1円も出費が増えてないので、そうか出版社側からは手数料を取ってるわけじゃないわけですね。そうなんです。なるほどね。僕が話したりするのは、その雑誌に僕の作品、作家の作品を載せるときに、その雑誌の宣伝もしてほしかったら編集費くださいと。ああ、なるほどね。作品のためだったら作家さんからの手数料でやりますよっていうふうに言って、その載ってる雑誌のためにいろんな企業を紹介したりだとか、キャンペーン組んだりだとかっていうのを、僕の作品をきっかけにやったりする場合は編集費いただいてるんです、それはもう編集長に選んでもらってます、ね、なるほどね。でも原則的には作家の代理人なんで、作家さんから要するに手数料としてコミッションもらうと、そういうことなんですね。そうです。それで作家との関係性で僕らはその原稿が一番良くなるように最善を尽くしますし、その乗るメディアに合わせて話題にしたいわけですから、そこに合わせて僕らも考えますし、なるほどね。っていうので、そうですね、出版社の役割って、クリエイトするっていうところがあるわけですね。で、その次にメディアを持ってて、メディアのところでディスカバリーをさせるっていうのがあるんですよ。で、読者に対して、読者から見ると発見を手伝うってことですね、メディアは。でその後にディストリビューションっていうので書店へばらまいて、ここでマネタイズしてるわけですね。この3つの機能を持ってるんですよ。でここのディスカバリーさせるっていうところでメディアを持っていて、このメディアを強くするっていうことをすごく頑張っていて、このメディアによって入ってくる広告費っていうのは非常に経営を楽にするから、自分たちをメディアとしてすごく認識してるんですね、出版社の人たちは。なんですけれども、今出版業界で持ってるメディアパワーっていうのが落ちてきてると、でも実はクリエイトのパワーとディストリビューションのパワーっていうのは落ちてないと。やはりネット上だとこのディスカバリーっていうものがディストリビューションの後なんですね。例えば電子書店だと、電子書店で売ってある後に Facebook とか Twitter を使ったディスカバリーっていうのがあると、このディスカバリーっていうのは自ら作るんじゃなくても市場にあるやり方を使うっていうふうに変わってきちゃってるんですよ。で出版社に残されてる選択は、ここのクリエイトのところに力を置くのか、
メディアの、うん、旧来的なディスカバリーに力を置くのかっていう二択なんですよ、はいはいはい、なので両方を追うっていうことをやってると作家をここのディスカバリーのところに旧来的なメディアに縛り付けることになるんですよ、はいうん、なるね、縛り付けると逃げちゃう可能性があるから、はいうん、クリエイトの方に集中してやって、はいうん、そこだったら自分たちでもやってるし外部からのやつもやって、うんはい、ここのメディアには載せる場合もあれば載せない場合もあるっていうふうになった方が、はいうん、出版社は楽なんじゃないかって僕は思ってるわけですよ。あ、そうですね。僕らもやっぱりこの現代ビジネスでデジタルメディアやってるたく痛感するのは結局では出版社がこういうとネットメディアがどんどん出てくる中で最終的な競争力って何だろうと思った時は要するに、まあ、今起きてる破壊的イノベーションの大きなとこはやっぱり流通の部分なんで、やっぱり強さってやっぱそのクリエイトの部分ですよね、うん、そのまさにその編集の部分だったりこの部分っていうのは実は意外に例えば簡単にネット企業大きな、うん例えば LINE さんであったり Yahoo とかありますけどそういうところがそういう能力を持ってるかというとそのコンテンツの制作能力においてまた違いますよね。それはすごく思うんですけれども、うん、同時に僕はそこはマネタイズできる部分だと思ってないんですね、うん、あ、そうですよ、うんうん、ビジネスって、うん繊細なもんじゃないと僕は思ってるんですよ、はいはいうん、誰が経営してもいい会社っていうのがやっぱりいいビジネスモデルなんですよ。なるほど。で出版社っていうのはそれを作り上げていて、はい、ディストリビューションの部分っていうのは新規参入が簡単にできなくて、はい、非常に強固にマネタイズできる場所なんですね、うん、で現状においても、うん、そのネットと比べると、はい、ネットとデジタルだと95対5ぐらいマネタイズがやりやすいんですよ、はい、だから出版社の収入っていうのはほとんどここのディストリビューションにとってでやられてるんですよ、はいうん、なんだけれども、入ってくるときにもうその組織が出来上がってから入ってくるわけですよね、はいうん、講談社にしてもフジテレビとかにしても、はい、みんな入ってくる人たちは講談社のあの作品を読んで入りましたとか、うんうん、フジテレビのあれを見て入りましたっていう形で、はい、でいる人たちもそれで取るわけですよね、うんうん、例えばフジテレビの視聴率が高いから入ってきましたっていうふうに一生懸命言ってる人間をなかなか取ったりしないわけですよ、うん、そんなやつは取ろうと思わないっていうふうになっちゃうわけですよ、はい、だから作る過程ってすごく繊細なところじゃないですか、はい、で自分たちの繊細さをプライドを持ってる人たちが社員としてどんどん溜まっていくシステムになるんですね、面接のところで、うんうん、でそこには才能があって、はい、特殊な業界ではあるんだけれども、はい、彼らがマネタイズできてるのは別の仕組みによってなんですよ、うんうん、でマネタイズとは全然関係がないところで、だからジャーナリズムが新聞社が価値があるんだったら、うんはい、それがウェブ上になってもマネタイズできてるはずなんですよ。本来そういうことですよね、うん、新聞社の価値っていうのは、毎朝、うん、あの重い紙を、うん、日本中に届けることができるっていうディストリビューション機能を確立してるのは、うんうん、あそこまですごいのは日本だけなんですよ。なるほど、うんうん、でそこのディストリビューション機能に対して広告もついてたわけですよ。なるほどね、うん、それで自分たちがプライドに思ってることと、うんうん、マネタイズできてるところっていうのは別なんですよ。なるほどね、うん、そうか、それだから逆にその新聞社とかそういうのはなかなか潰れないそこなわけですよね。そうです、そうです、うんうんうん、で自分たちの繊細さが売りだ売りだっていうふうに言うんだけれども、うん、じゃあこれ手を挙げて市場で買ってくれる人ってやると、うん、年収4分の1になってしまうのは、はい、なんでなんだろうってみんな思ってるけれども、うんうんうん、本来的なマネタイズの価値っていうのは出版社のディストリビューションにあるんですよ。なるほど、ね、だから出版社はここのディストリビューションに価値があるんだと、うん、これを開放しますよって言って、はいうん、外部のクリエイターとかも自由に使わせるようにするともっとマネタイズがうまくいくんですよ。なるほど。具体的にはどういうイメージなんですか。例えば、うんこれはでもあんまりラジオじゃなく今度聞いた方がいい生々しい話すぎるからそれはじゃあ後でこっそり教えてもらうとして、今今日聞いてる話の中でいくつか作品の名前も出ましたけど、佐渡島さんが今手掛けてるこれから今力入れてるのはどういう作品なんですか。インベスター Z っていう作品があって、はい、これはドラゴン桜の三田紀房さんと一緒にやってるやつなんですね、はい、それでこれ投資をテーマにした漫画で、うん、中学生が3000億を運用するっていう話なんですね。それでドラゴン桜並みに、うん、ドラゴン桜で勉強法、東大に入る勉強法を一生懸命調べたように、はい、投資のマインドとか考え方をむちゃくちゃ取材して丁寧に入れてってるんですよ、うん、でも僕はもうこの作品がすごい好きで面白いと思ってるのは、はい、ちょうど僕は、自分の人生を投資にベットしたところだったわけです。なるほどね、うん、そのサラリーマンであるっていうのは人生をベットしてない状態なんですよ、はいはい、で日本人全体が自分の人生も時間も貯金も何もかもベットしてないんですよ。なるほど、うん、で投資する時のマインドとは何かっていうことを
自分自身と照らし合わせながら考えることができる作品で、うんうん、すごい感情移入しながら編集してる作品なんですね、うん、なるほどね。でこの作品は、うん、モーニングで掲載してるんですけれども、うんうんうん、同時にヤフーで、うん、無料で連載していたりだとか、はい、今は日経新聞での有料版で電子でオールカラーで無料で連載してたりするんですよ。なるほどね、たくさんの場所に載せてるんですよ、はいはい、先ほど言いましたけれども、うん、出版社っていうのがメディアを持ってるわけですよね、うんうん、そこのメディアを強くしたいって思うと、エクスクルーシブにしたいっていう、そう今まではそう思ってますよね、はいはいはい、うん、でも先ほど少年ジャンプだけで読めますとかね、そうなんです、その世界ですよね、うん、でもこのエクスクルーシブシビティっていうものが価値を持つかどうかは、はい、自分たちがメディアであり続けようってした時なんですよ、うんうん、自分たちはクリエイトする舞台とディストリビューションを持ってる会社ですよと、はいはい、でメディアは、あってもなくてもいいけれども、うん、一応持っときますっていうふうにすると、うんうん、自分たちが作ったものを、はい、例えば同時に10個の場所で連載するっていうことをしてもいいはずなんですよ。なるほどね。これネットのニュースとかってそういうふうにして、うん、とにかく認知度上げて回遊させて何人か戻ってくればいいやっていう考え方でたくさんのところに配信してるじゃないですか、うん、ありますよね。例えばメールマガジンなんかでもマグマグでも夜間飛行でもどこでも買えますみたいなのやってますよね。例えば紀ノ国屋では売るけれども、うん、丸善では売らないってことを本ではやらないじゃないですか、うん、はい、うん、紀ノ国屋と丸善って違うサイトみたいなものだと思って、そこにコンテンツをずっと下ろしていくっていうふうに、うん、コンテンツを作ってる人間としては思ってもいいはずだと思って、うん、Mr.Z でそういうやり方をしてるんですよ、はい、で実際例えば日経新聞のところで配信しましたっていうふうになると、うんうん、はい、じゃあそれをきっかけに本を読まずにそこで無料で人が読むかっていうと、はい、基本的には売り上げが伸びるんですね、本、うんうん、なるほどね、実際もうそれ配信した次の日に紀ノ国屋でのパブラインでの売り上げがガッと伸びるっていうふうな状況が生まれるんですよ。なるほど。で本っていうのは基本的にすごいちっちゃいビジネスなんですね、うん、5万部から10万部を売りたいっていうふうに思っていて、はいはい、まあ、そうですね、漫画でも10万部かける20巻で200万部を作るとかっていうのを目指したりするわけですよ、うん、はい、で基本的に1000万人が見て初めて視聴率 10% なわけですから、うん、ネット上でほとんどのところに出してもお客さん被らないんですよ、はい、なるほどね、だからお客を奪われるってことがなくて、うん、僕らはほとんど認知度が低い商売してるんですよ、うんうん、狭いところだけで空いてる商売ですよね。そうなんですよ、うん、それで基本的に商品を売る時の考え方って認知度を上げてその中の何人を購入に持っていくかっていう考え方なんだけれども、うんうん、はい、認知度全然に上げないで購入に持っていこうとしてるのが今の出版業界のビジネスなんですよ。だからとにかく僕らがやることって作ったら認知度を上げてディストリビューションなんですよ。でここの認知度を上げるっていうのが実は昔自分たちの持ってるメディアが強かったから努力しないでもできてたんですよ。ここが弱くなっちゃってるからここにこだわらずにここにも載せながらやっていくっていう。だからこの雑誌っていうのは新コンテンツを作るための投資ファンドぐらいの考え方なんですよ。なるほどね。投資ファンドで一応はそこにも載せてあげますよっていうぐらいで、はい、出版社のやる機能って新企画に対する、うんうん、目利きとして の、うん、あれですよね、投資家なんですよ。なるほどね、うんうん、だから出版社の機能が投資家としてディストリビューションに載せてあげるのを投資する家として見るっていうことだけであれば外部の人たちがコンテンツを持ってくるっていうのもウェルカムなはずなんですね。なるほどね。そうか、出すとこも全く自由でいいし。なるほどね。ネットなんかでも当たり前のようにそのフリーミアムみたいなモデルがあって、要するにタダで見せますけど、最終的にそれをどんどん引っ張ってきて最後の部分だけはコアの部分だけは有料化しますとか、あるいはこう会員とのエンゲージメントを作ってそこで課金するみたいなモデルありますけど、僕はコアの部分だけ課金するっていうのだと、うんうん、ネット業界のマネタイズはうまくいかないんじゃないかって今は予想してるんですね。それよりも、うん、先ほど言ったように認知度高くして無料で読んでる人たちもいるんだけれども、うん、そうじゃないものに対して課金していくって考え方で、うん、例えば、道路ってタダで走れるじゃないですか、はいはい、でも高速道路有料ですよね、うん、だから便利さに対して人はお金を払うってことに抵抗感がないわけですよ。なんだろう、はい、うん、だからネット上だと、うん、多分ニコニコ会員とかも便利さに対してお金払うことに対して抵抗感がないわけですよ。あ、そうですね、うんうん、だからこの、人が抵抗感がない、はい、支払い方法っていうのをネット上で用意してあげた方がいいだろうなと思いますね、うん、なるほどね、うん、そういうそこを探り当てるっていうことですね。そうです、コアなところだと課金できるよねっていうのは、うん、はい、
もともとコンテンツを好きな人たちの発想なんですよね。それで世間の人たちは基本、つか僕らコンテンツを好きな人だけを相手にしてると食っていけなくて、すごい狭いんですよね。そうです、普段漫画読まないけど漫画読みましたっていうお客さんをどうやって入れるかっていう商売をしてるはずなんですよ。なるほど。だから宇宙兄弟にしてもドラゴン桜にしても感想として嬉しいのは、はい、なんか30年ぶりに漫画読んだけど面白かったですよみたいな感想が来るとやったって思うわけですよね。本来的にはそういう風な作品を一生懸命作ってるわけですから。そうですね。佐渡島さんと講演会やった時なんかはファンの人というかね、ドラゴン桜を読んで人生変わりましたっていう人が何人も来てましたよね。そうです。実際に東大に受かった、はい、元ヤンキーの女の子とかね、なんかそういうこと来てましたよね。はい、なんかね、やっぱそういう可能性をまあ人に与えられるビジネスなんで、そこはこういう形でなんか長く成功させたいですよね。そうなんですよね。出版っていうのはそういうふうな形で、その何ていうんですかね、他人の時間をテレビだと決まった時間に見ないといけないとかっていうところがありますけれども、出版だとその人たちがそれぞれの人生の、はい、自分の好きな時間で触れていいっていう形だから、その人たちの人生に大きい影響を与える可能性が、はい、あると思うんですが、それが出版業界ってもともとそういうふうに、人の人生に対していい影響を与える、その作品を作ろうっていう思いで作ってたはずが、そういう本を好きな人たちからしっかりお金を取ろうっていうビジネスと今変わりつつある気がしていて、それが非常にその本当に、今出版社の人たちが出版の文化を守るんだって言ってるけれども、出版の文化って今の出版社の人たちが思ってたものが創業者の人たちが思ってたものだったのかなっていうのが思ったことですね。なるほどね。要するに今の形を守ろうとしてるだけで、本来出版が持ってるこう読者に新しい体験を提供しようっていう、その部分を守ろうとするのとはまた違うってことになるんですね。そうですね。わかりました。最後にお伺いしたいんですけど、これから先こう佐渡島さんどういうことをしていこうと思っているのか、ちょっと教えていただけますか。これから先は、僕は5年後に今僕が予想できることをしてたくないと思ってるんですよ。1年後にもしてたくないと思ってて、例えば僕世界仰天ニュースのアプリを作ったりしてたんですね。あ、はいはいはい。それで今バンプオブチキンの、ツアーとかアルバムのアプリの制作も手伝ってるんですね。あ、そうなんですか。そんなこと僕人生でやると思ってなかったし、この前特許を申請したんですね。で特許を取ろうとして今数個の特許を取ろうとしてるんですよ。自分が特許申請をするだなんてことを会社辞めるときに考えなかったんですよ。それでっていう形で、はい、今って、ネットの時代っていうのが、みんなインターネットバブルっていう言葉とともに終わったと思ってるんですけれども、あれは、公共事業としてのインターネットだったんですよ。Wi-Fi を広げていくとか、Yahoo BB がバーッとみんなが持つようになったりとか、インフラが整っていった時代だったんですよ。でインフラが整った後にエンターテインメントが始まるんですよ。なるほど。でネット上でこれからエンターテインメントが始まるはずなんですね。それで、今ネット上にあるエンターテインメントって全部置き換えなんですね。Kindle は紙の置き換えだし、YouTube はテレビの置き換えで、ネットならではの場所っていうのはまだ一つも現れてないし、ネットならではの経験っていうのもまだ一切現れてないんですよ。なるほど。それを誰が作るのか、それは何なのか、例えばそのネット上で人と人がつながるのが Facebook っていう形だったっていうことは、Facebook を作る前は誰も言えなかったんですよ。なるほど。だからネット上でのエンターテインメントが何なのかっていうのを、もしも今語ってる人間がいるとしたら、彼は分かってないんですよ。なるほどね。で今僕は、あれですよね、例えば AR 三兄弟の川田智さんと一緒に、今のネットの最先端の技術は何であると、これはその、読む経験っていうのをどう変えるんだろうかみたいな話を例えばするわけですね。今タブレットで本を読むじゃないですか、タブレットって、周りが黒いじゃないですか、iPhone とかで読んでも、本って周り黒くないじゃないですか。なので、ポスターって、例えばポスターとして貼ってあるのと額に入れてあるのだと全然ポスターの感覚違うじゃないですか。はい。だから本って周りに額縁あって楽しめるものなのかどうかってことを誰もまた例えば検証したことないんですよ。なるほどね。みんな出版社の人たちも、Kindle になることに対して抵抗感を持ってないけれども、僕はそれに対して実は抵抗感を持つべきだと思ってるんですよ。で僕は電子をすごい推進して Kindle だってやってるように感じるかもしれないけれども、そこを真剣に考えようとしてるんですよ。なるほどね。そのためには Kindle とかを見たりしてるんですね。だから、すごい、優秀なテレビのプロデューサーの人が言ってたんですけれども、
自分はあのパソコンで DVD が見れないと、うんうん、ここにキーボードがあると、はい、うん、その全然そこで映ってる映像が、うん、その楽しめないと、資料を見てる感じになっちゃうと、うん、まあ、で僕もそれでパソコン見なかったのかってすごい分かったの、うん、ってか感覚的に、うん、でもタブレットになると見るんだって言ってるわけですよ、うん、だから映像は額縁があってもいいかもしれないんですよ。でだからそういう人間の意識できてない繊細な感覚っていうものを精査していくことによって新しいコンテンツが生まれるんじゃないかなと思ってます、ね、なるほどね。そういう、いや、やっぱり里島さんと喋ってるとなんか元気出てきますね。なんかこうメディアとかのね、なんか次の未来がなんか感じられるような気がします、うん、本当にますますの活躍を楽しみにしてますんで、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。